言いたいこととは少し違いますけど、レボルさんが試合中なんかミスプレイに対してガキレヒになるのが好きですね。構成で揃いましたが、面白いピックになりましたね。サポートがサポートレンガーですね。ラストピックオラフ、オラフジャングルなんで、うん、どういうことですか。若干苦笑いですね。これレボルさん、クエスチョンマークがたくさん出て今困ってるところだと思いますけど、まあ、ブッシュに入ってからのレンガーのサポートですが晴らすというところはありますが、ただそういったところに対して対処がに長けたルルというチャンピオンですから、ただレンガをこうジャングラーに置いたらルルで潰されてしまうのでずらしたという選択肢ですよね。ただそれでもレンガージャングルの方がというのは、ランブルがジャングルなので、ランブルは、はい、ランブルをジャングルとして使う場合はレベル6からというチャンピオンなんです。レンガもレベル6からアルティメット持ってからというようなチャンピオンではあるんですが、それ以上にランブルはガンクのプレッシャーがレベル6以前はないんですよね。まあ、そのタイミングの段階でオラフでアドバンテージを取るという狙いだとは思いますが、レボルさんがずっと頭抱えてるんですよね。ザイラでいいですからね。しかも低レベージだったらこれルルの方が、はい、明らかに強いですね。強いですよね。レン例えば、まあ、ソロ級でレンガサポートというのが時々あったりしますが、その場合はもう完全にサポートですがキル集めてゴールドをサポートにもかかると取っていってと、もうキャリーするというような場合に使いますが、まあただ今トリンケット一つ壊したのでかなりレン有利ですよ。そうですね、この場合は有利ですね。ただしラスカジェスターからすると、まあ、足のレベル6というところがありますから、そこまで別に、まあ、ボトルのところ不利になったとしても、あ、気にしなくていいと、はい、バレていない。さあ入ってからのフラッシュアウト、先にアローが当たってイコライザー、アレッジ動けない、アレッジ頭を抱えた。まあ、こういった状況だとレン、まあ、サポートレンガは何もできないですよね。先に仕掛けなければならない、そういったチャンピオンになってますから。やってますね。ジャングラーと違ってサポートですからあまりプレッシャーがないですね。レンガーサポートどうだったんでしょう。ダメだと思います。何をしてたのかよくわからなかったですね。なるほど。まあ、視界を取っていましたし、チームとしてのサポートに求められる最低限の動きはしていたと思いますが、ザイラやカルマの方が動けたのではという感じはしますね。面白いピックでしたけれども、レボルさん的にはダメですと。はい、はい、何が狙いだったのかわかりませんでした。はい、それだけ強くなりますね。また 1v1 で仕掛けている。さあ沼からイグナイト、魔力の本流弾き飛んで最後は来たネオ、ごちそうさまですと。ラスカジェスターはこのリマインズ選手にプレッシャーかけないことによってかなり苦しめられてますからね。そろそろそこを変えていかないと。アーリキャッツ選手へのカバーといったところはラスカジェスターもないのがちょっともったいないですね。そして、まあ、タンク装備が整いというところで対処しやすくなりますからね。さあそしてミッドタワー取り切って1-3-1、タワーダイブでリマインドが動かしていきます。またしてもアーリキャッツ選手が孤立しているんですよね。そしてワイバーンが入ってバロン獲得は、これはアンソールドスタッフゲーミング、テレポートを使用して滝も合流しますが、いやむしろリマインドによってこれは、いやうまくスタンをさして、さあリマインドを倒しきります。サイドレーンをプッシュする役目であるリマインド選手にバロンバフが入ってないというのは大きいですね。 LC としてはここを持ち帰りたかったところだと思いますからね。さあそしてネオ VS タキ、ミニオンシャワーがちょっと痛いか、ラグナロクを発動した。さあどうする、駆け引きです。 1v1 の駆け引き、レッドバフがあるのはタキ、あーとトリンケットが上がった、レッドバフのスローが入る。最後はアイテムのアクティブです。バロンバフがどんどん無駄になってませんか。そのトップレーンに今度はアーリキャットを当てます。ラスカルジェスター、これがよくわからないんですよね。アーリキャット選手はなぜサイドレーン出すのかが、おーっとすごいダメージだ、魔力の本流、ただしアルティメット使用した後だぞと、何ももう怖くはない、一気に詰めます。最後はシュリンプのキル、カバーが遅かったからスカルジェスター、いやこれタワー叩いたらフォーカス見まずくないですか。あれ、なんでいかない、なんでワイバー選手いかないんですか。ある程度対抗できるようになるんですが、おっとソロキルいくんじゃないかって言ったらフラッシュインはボディスラム、そしてタワーダメージ、ファーストブラッター邪魔も、いやこれはやってしまった。エビしかもフラッシュも落としてますからね。
これはちょっとエビ選手手痛いミスですね。もうミスだと間違いないと思いますね。アルティメット使った後ですがバンラッシュですか。ただメイこれはどうなんでしょうね。気がついてますが、いや全体的に柔らかいですし、やはりサーチ選手が怖いですよ。サドリ選手アルティメットないです。そうですよね。さあデスレイから、あ、やめました。タンクがいないのになぜこの時間帯。あーと、さらにこれ追撃したらまずいんじゃないか。バレットタイムでうまくゾーニング、後ろから新森スターン。魔力の本流はまだクールダウンか。どうする、メイをきっちり倒しきって、さあサーチにスターン入りますが、ここはクレンズです。いやー少しバラバラな集団戦が多い印象ありますね。というかそもそもタンクがいないのにこの時間帯で大きなアドバンテージが取れていない中でバロンを触るという判断が良くないと思いますけどねバッサリいきましたね。トップとボットともに USG がスプリット、プッシュウェーブ作ってますから、そう長くはミッドレーンにステイできませんよ。さあこの次のウェーブでどうするか。ユタポン強引に前に出て、おっと、ただアルティメット汚れの連鎖でアパメを止めましたが、パズにいいダメージを入れているのはリマインド。横からネオが狙っていますが、ここは一旦リレンプションで回復。そしてデトネーションフォーカスミ時間切れということで下がります。アンソールドスタッフゲーミングしのぎました。ボットもトップもインヒビタータワーがないのになぜそこに行かないんだ。ちょっとここもったいないですよね、はい、一方でマイ選手はグインソーレイジブレードが完成しましたが、このアイテム一つでは戦えないですから。え、なんでグインソーに行ったんですかこれ。さらに魔法ダメージが3チャンピオンいる状況ですよ。相当ダメージ出ないですよね。セロス選手のもね、セロスのもなかなか印象に残ってますよ。僕そんな怒りがちですかね。まあでも短期ですからね、確かに。はいはいと言われてしまったいやそこはいいえとは、そうですね、言いづらいですかね、はい、